なたにとってデザインフェスタとは？新しい出会いがたくさん生まれるものだと思いました。1年の中で一番大きいイベントですね。見てても面白いですし、出展しても面白いですね。デザフェスは私の夢です。本当にこんな世界あるんだっていう、世界広がるみたいなところをね、楽しめるかなって思います。おいしい。僕熊本から。熊本から。熊本から来て。もうぶっちゃけ今日の感想をいただいてもいいですか。はもうお客さんの数にもう本当びっくりして、こんなにお客さんがずっと一日中入ってこられるの、イベントってほとんど見たことがなくて、なんですごい、あとステージとかも楽しくて、自分がこう出してる側なんですけど、いろんな人見る方がなんか久しぶりに楽しめさせてもらって楽しかったです。デザフェスはなんかこう一言で表すと、こうあなたにとってどんなもの的なものってあったりしますか？常連の友達がいっぱいいるんで、その友達と会う機会みたいな、あと友達を増やす機会。デザフェスに憧れて、それでこう始めたっていうのが、私にとっては原点です。思ってた以上に楽しくって、いろんな人と交流できるので、行きたかったら、参加したかったら、来年も参加したいなって思ってます。何しても OK。 多くの人と出会いの場では終わるのかなと思ってます。何よりも普段絶対会わない人たちと、まあ、いろんなジャンルが好きな人がバラバラと思うんですけども、そういう方々と一人一人出会って自分を発見できる場でもあります。デザフェス2019、楽しんでます。楽しいです。